田中碧選手は今後日本にとってどういう選手になっていくと思いますか？全然わからへんな。なんかめちゃめちゃあれだよね。指導者気質な。あ、そう、なんか早く引退ししてましたね。監督になりたいって言ってましたね。ね。で、賢い、すごい賢い。ね。だから戦術の理解能力高いんですよね。もうだから、活躍できひんくなったらさっさとやめんじゃないですか。